はい、こんにちは、ゆうぶくです。皆さんお元気ですか？今年暑いですよね。夏バテ気をつけてください。はい、ということで今回は紹介するのはこの貝塚さん、風のエース、切り抜きなんですけども、最近ヤフオクで購入しました。貝塚さん自体がね、あんまりヤフオクに出ても値段は高くないんですけども、個人的に貝塚ファンなんで結構嬉しいです。で、この作品なんですけども、昭和43年4月号ですね。中2コースに昭和43年4月号から連載された作品になるんですけど、単行本化はされていません。総集編という形でね、別冊漫画で出てはいるんですけども、完全な単行本という形では発行されていない作品なんですけど、で、通常だとよく全12話ぐらいですね、1年間ですからね。で、一回これ病欠かなんかで連載が止まってるんですよ。で、はい、ということで切り抜きの全11話なんですけど、ちょっとこう表紙を見てください。こんな感じですね。これは第1回で、これは第2回第3回第4回第5回7回だけ中があれなんですね。1ページあって、それここに風のエース7回、これが8回、9回、で、これが 10回目ですね。10回目、だからこの前の時に病欠してるんで、ここにちょっとこの説明が入ってるんですけど、で、11回、これが最終回の扉絵になりますね。11回最終回ということですね。この風のエース学園ものなんですけどね、ちょっと探偵推理物というか、そんな感じなんですけどね。正直言って内容は、でもこの当時ですかね、昭和43年ですからね、娯楽は漫画ぐらいしかなかった。まあ子供の時夢中になってて読んでたんですけども、この中1、中2コースとかっていうのはあんまり、これ書店では売ってなかったような気がして、売ってたんですかね、あんまり記憶にないんですよ、子供の時にこのコースっていうのは。だからあんまり後で知るんですよね。あ、コースとか時代とかがあったんだっていうか、まあそういう意味である程度社会に出てから古本屋を探したりとか、そういう感じで、あの雑誌の方はね。だけどこうやってこの今便利な時代なんで、ヤフオクなんかでこういう感じでね、もう切り抜きがポンと出る時があるんですよ。まあ貝塚マニアってあんまり数は少ないと思うんですけどね、そういう意味ではコツコツ、今もこうやって集めてるんですけども。はい、ということで今回は貝塚博さんの風のエース切り抜きを紹介してみました。単行本未収なんでね、まああとはあのさっき言ったように別冊の漫画をで掲載出てるんですけど、それもなかなか出てこないんでね、やっぱりこうやってコツコツ集める、これが一つの趣味の醍醐味なのかもしれませんね。はい、ということで今回は以上になります。ありがとうございました。